皆様こんにちは。新庁舎の整備を担当させていただいている品川区副区長の和気正則です。本日はお忙しい中、本説明をお聞きいただき誠にありがとうございます。現在の品川区本庁舎、議会棟、第三庁舎は昭和43年に建築され、築54年を超えています。老朽化が進むとともにユニバーサルデザインに改修するのも困難で、障害を持つ方や高齢者の皆さんには大変ご不便をおかけします。また区民サービスの新たな課題に応えることも困難です。さらに老朽な空調設備などで脱炭素を進められず、早急な対応が求められています。このため区として新庁舎を整備することとし、学識経験者、区内団体関係者、公募区民、区議会議員代表からなる委員会で検討を重ね、区民の皆様からこれまで直接いただいた意見も合わせ、この度庁舎整備の基本計画草案をまとめました。区民の皆様の要望に応え、品川区の象徴となり末永く愛される庁舎を目指しています。これからこの計画草案についてご紹介させていただきます。内容は多岐にわたりますが、お聞きいただきぜひご意見をいただければと願っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは説明に入ります。はじめに2つの航空写真をご覧ください。左の写真は新庁舎の建設予定地周辺、広町地区の現在の様子です。右の写真は同じ場所の今から約64年前、昭和33年の様子です。こちらは区庁舎の古い写真と現在の写真です。右上の写真は昭和40年の旧品川区庁舎です。左上の写真は昭和43年に現在の庁舎が落成した当時の写真です。下の4枚の写真は現在の区庁舎の様子です。建物はだいぶ古くなってきました。トイレの入り口に段差があったり、窓口が混雑したりしている様子も見られます。築54年を経過した現庁舎は経年劣化が多く見られるなど、さまざまな課題を抱えています。解決すべき課題は、施設の老朽化に伴う維持管理負担の増大、バリアフリー対応の強化など7点あります。これらの課題を解決し、区を取り巻く環境変化や多様化する行政への要望に対応するために、建て替えによる新庁舎の整備が必要となっています。そのため、区では区庁舎の在り方の検討を進めてきました。平成29年から検討をスタートし、令和3年12月には新庁舎整備基本構想を策定しました。それを受けて、新庁舎整備基本計画の検討を行い、この度、素案がまとまったところです。基本構想では、新庁舎のあるべき姿として、3つの基本理念を定めました。1、にぎわい都市の魅力と発展をつなぐ、明るく親しみやすい庁舎。2. 暮らしが息づく国際都市にふさわしい、誰にでも優しく、便利で機能性にあふれた庁舎。3. 環境都市の実現とともに、災害時にも区民を守る、力強く持続可能な庁舎。またこの基本理念を実現するために、庁舎整備の6つの基本方針と、16の導入機能、4つの共通機能を設定しました。
こちらが導入機能の整備方針の内容となります。1つ目、区民にとって分かりやすく利用しやすい庁舎。2つ目、区民の共同と交流の拠点となる開かれた庁舎。3つ目、機能的、効率的で柔軟性の高い庁舎。4つ目、区民の安全安心を支える防災司令拠点となる庁舎。5つ目、環境に優しい脱炭素型の庁舎。6つ目、将来の変化に対応し、長期間有効に使い続けられる庁舎。これらを目指していきます。また、庁舎全体に関わる機能として、4つの共通機能を設定しています。ユニバーサルデザインでは、誰もが分かりやすく利用しやすい庁舎を目指します。DX の推進では、DX を推進し、区民の利便性向上と業務効率化を目指します。セキュリティ対策では、利便性・効率性を向上させたセキュリティ環境を整備します。感染症対策では、感染症発生時においても臨機応変に対応できる体制を構築します。では、具体的に新庁舎の建築計画についてご説明していきます。建設予定地は、現庁舎の東側の敷地、約8300平方メートルとなります。動線計画です。敷地内に安全でゆとりある歩道空間を整備するなど、歩行者による庁舎建物へのアクセス動線を検討します。また、駐車場へのスムーズなアクセスや、被災時を考慮した動線計画、公共交通機関から庁舎建物へのアクセスの利便性の向上について検討します。平面計画については、廊下、階段、エレベーター、トイレ、機械室などのコアについて、望ましい配置を比較し、設計時にさらに検討を進めます。ゾーニング計画は、この図の通りです。来庁舎は、道路や歩行者デッキからアクセスします。新庁舎の低層階には、区民共同交流スペースや窓口機能、災害対策関係諸室を配置。中高層階には、執務室や議会関係諸室などを配置した計画としています。外観計画です。写真は現段階のイメージです。周辺の環境に配慮し、区のシンボルとして区民に長く愛され、周辺市街地と調和の取れたデザインを目指します。続いて、新庁舎の構造計画です。新庁舎は災害応急対策活動の中枢となる施設であるため、高い耐震性を確保することを目指します。また、地盤特性に応じた適切な基礎形式や免震構造などの導入について検討していきます。設備計画については、国によるネットゼロエネルギービル、ゼブの実現に向けての長期目標や、建築環境総合性能評価システム、CASB に基づく評価などにも注視しつつ、費用対効果を見極めながら、環境品質に配慮した施設とします。外構計画については、
新庁舎へ安全にアクセスできるような歩行者デッキ、緑地やウッドデッキ、ベンチなどを備えた憩いの場を整備します。新庁舎の規模は約6万平方メートルを予定しており、現庁舎より3割ほど大きくなります。事業費は調査設計費、建設工事費、外交工事費の合計として約400億円以上と想定しています。今後、建設物価などの社会情勢の変化に留意するとともに、ライフサイクルコスト低減の観点も踏まえて精査していきます。事業手法は、早期に事業着手できることや、設計施工の各段階で区民や区の意向を反映できることに加え、区内企業が参加しやすいことなどの観点から、従来方式を採用することとします。事業スケジュールは、今年度に基本計画を策定、令和5年度から6年度にかけて基本設計・実施設計を行い、令和7年度から建設工事を開始する計画となっています。今後、設計段階において工事期間を精査していきます。新庁舎の検討に際しては、2回の区民アンケートや、区ホームページの区民意見フォームを通じて、区民の皆様からたくさんのご意見をお寄せいただきました。基本構想、基本計画の検討にあたり、参考にさせていただきました。貴重なご意見をどうもありがとうございました。基本計画の策定に向けて、8月1日から31日の期間でパブリックコメントを実施しています。また、区民の皆様に検討内容をご説明し、ご意見をお聞きするための説明会を開催しています。ぜひともこの機会に、区民の皆様のご意見をお寄せください。以上で、品川区新庁舎整備基本計画素案の説明を終わります。最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。わっわわわわわ、品川。